源氏物語、源氏物語の登場人物、大名部、大名部は、源氏物語に登場する架空の人物、藤坪の次女である。もともと中宮野の,の信頼が厚かったが、光源氏の必要な頼みに負けて、中宮野のもとへと、光源氏を手引きしてしまい、光源氏と中宮野が結ばれたために中宮野が、世間的には、切り坪三角の子として、実は、 光源氏の子であるミ子を生むことになる。このために一時、藤ツボから疎まれることになる。ものの紛れとも呼ばれる、進化である光源氏が、実は帝である、霊勢帝の実父であるという、源氏物語第一部後半における、光源氏の権力の源泉の発生に関わる重要人物である。後に、藤ツボ中宮のは、大名部のことを許し、自分の死後の心配を、 王名府に打ち明けている。出自や家系については特に語られないが、故障の王名部が王子の名部のことであると考えられることから、皇族内氏、源氏などの死生氏族に属する人物であると考えられる。王名部は直接には以下の巻で登場し、本文中ではそれぞれ以下のように表記されている。光る源氏の必要な頼みに負けて、藤坪中宮のの元へと、 光源氏を手引きしてしまい、中宮野が世間的にはキリツボミカドの子として実は光源氏の子であるミ子を産むことになる原因を作ってしまう。富士ツボ中宮野のもとへ再度忍び込んだ光源氏を手引きすることは断ったものの光源氏が見つからないように寝床に隠す。あと、富士ツボに伴い出家する。冷勢ミカドが光源氏に上位を申し出たことにより、 冷静帝が自身の出生の秘密を知ったことに気づいた光源氏が、欧米府に秘密を漏らしたのか問い詰めたが、欧米府には心当たりはなかった。この時は、おばこ殿である。ありがとうございます。